好き。え、大好き。ずっとそばにいて。え、七熊。俺は木村和也。ジョギングが趣味の高校1年生だ。子供の頃から走ることが好きだった。小学校中学校では陸上部だったが、足を痛めてしまい、高校では部活には入らなかった。それでも走るのは今も好きで、こうして夜にジョギングをするのが日課になっていた。ふぅ、風呂風呂。あれ、ジョギングから帰ってくると、小学生の弟深夜がタブレットで動画を見ていた。まだ起きてたのか。ん？何見てるんだ？催眠術？うん。寝ている間に催眠術をかけます。目が覚めたら彼女は俺を好きになっています。ねえお兄ちゃん、この催眠術をかけたらクラスの女子も俺のことを好きになったりするのかな？何言ってるんだよ、インチキに決まってるだろ。え、そうなの？うん、多分。小学生の夢を壊しちゃったかな。って深夜、好きな子いるのか？いるよ。今時普通だよ、よく好きな女子の話するもん。今時の小学生はそういう感じなのか。兄ちゃんは？え、高校生なんだから好きな子ぐらいいるだろ。あ、もしかして彼女いるの？いないいない。本当に？俺は正直に話したんだから、嘘だったらわかるぞ。嘘じゃないってば。本当かな。弟にはそう言ったけど、俺の頭には一人の女性が浮かんでいた。俺の学校にはマドンナと呼ばれている人がいる。森下美香さんという一つ上の先輩で、とても綺麗でスタイルが良く、誰にでも優しい先輩はまさにマドンナという感じなのだ。彼女は保健委員をしていて、同じく保健委員をやっている俺は、彼女と学校で会えば話す間柄だったりする。自分なんかが彼女とどうこうなれるとは思ってないけれど、彼女と保健室で話せることを俺は密かに楽しみにしていた。翌日の昼休み、俺が保健室に行くとマドンナの姿はなかった。今日はお休みなのかな。先輩と一緒の当番だから楽しみにしていたんだけどな。あら木村君、保健委員お疲れ様。先生、森下先輩は？木村君より先に来てたんだけど、体調が良くないみたいなの。今ベッドで休んでるのよ。そうなんですか、心配ですね。ええ、今はぐっすり眠っているみたいだけど、もし何かあったら職員室に内線で教えてくれる？わかりました。先生が保健室を出て行ったので、俺は先輩と二人きりになった。先生がお昼を食べに行っている間、保健室にいるのが保健委員の仕事なのだが、昼休みに保健室に来る生徒はほとんどいない。その間は先輩と話すことができるので、俺にとっては貴重な時間だった。うん。あれ、ベッドから声が。もしかして具合が悪いのかな。俺は彼女の様子を見にベッドへと向かった。先輩、大丈夫ですか？俺がカーテンの隙間から覗き込むと、先輩は眠っていた。顔色は悪くないな。っていうか、寝顔も綺麗だな。そういえば、昨日の動画で見た催眠術。先輩の寝顔を見た俺の頭に、前日の夜に見た催眠術の動画が浮かんでいた。催眠術をかける時の言葉はこうです。ルナにキス俺を、ルナにキス俺を。わかりましたか？俺を好きになるの逆さ言葉です。寝ている人に逆さ言葉を言うと、つまり今の状況で先輩に催眠術をかければ先輩が俺を好きになる。絶対にインチキだけど、もしも本当だったら、ルナにキス俺を、ルナにキス俺を、ルナにキス俺を。って何やってるんだよ俺。催眠術で相手を思い通りに操ろうとするなんて最低だろ。でも絶対にインチキだって分かってるのに、こんなことをしてしまうぐらい俺は先輩のことが好きだったんだな。そんなことを考えながらカーテンを閉めようとしたら、木村君。え、まずい、先輩を起こしちゃった。先輩にさっきの俺のあれが聞こえていないことを期待しながら、
俺はゆっくりと後ろを振り返った。好き。え？大好き。ずっとそばにいて。やばい。全然授業の内容が頭に入ってこない。まさかあんなことになるなんて。ほんの出来心で学校のマドンナである森下先輩に催眠術をかけたところ、催眠術が本当に効いてしまい、目が覚めた先輩は俺を好きになっていたのだ。木村くん。先輩。木村くんは私のこと好き？好きですけど。嬉しい。私たち今日から恋人同士だね。いやいやいや、きっと先輩は今我に返っているはずだ。動画でもすぐに解けていたし。放課後になり、俺が帰り支度をしているとクラスメイトに声をかけられた。木村くん。あ、何？この前進めてくれた映画すごく面白かった。教えてくれてありがとう。本当？よかった。今度続編が公開されるんだよね。あの、よかったら一緒に。木村くん。森下先輩？なんかすごい睨まれてる。昼休みのことを怒ってるのかな。私たち付き合ってるんだよね。え？付き合ってるよね。そうだったの？はい。よかった。一緒に帰ろうと思って迎えに来たの。催眠術が解けてない？俺は森下先輩と一緒に下校しながら、この状況をどうしたらいいか考えていた。まずい。クラスにいた人たちが俺と森下先輩が付き合っていると勘違いしてしまった。先輩の催眠術を解かないと誤解がますます広まって。和也くん。呼び方が木村くんから和也くんになってる。明日からは私がお弁当を作ってきてもいい？いや、そんな悪いですよ。そんなことないわ。和也くんのために何かしたいの。ありがとうございます。本当は朝起きてから夜眠るまでの全部をしてあげたいんだけど。好きになるっていうか、ヤンデレ化してないか。とんでもない催眠術だ。このままだと先輩が俺のせいでしたくない行動をしてしまう。あの動画の中で催眠術を解く方法の話をしてなかったか。それでは催眠術を解きます。はい、これで元通り。これだ。でも先輩、俺はあともう少しだけ催眠術が解けないでほしいと思ってしまった。駅までの間だけ先輩の彼氏気分を味わいたいな。和也くん、どうしたの？いえ、そんなことを考えているとあっという間に駅に着いてしまった。先輩、ちょっといいですか？なに？俺は人目の少ない場所に移動すると先輩の肩を抱き寄せた。ごめんなさい。嬉しい。そうすれば俺が先輩にかけた催眠術は解けるはずだったのだが。なぜか先輩は俺を抱きしめ返してくれた。和也くん、催眠術が解けない？翌日、俺が学校の廊下を歩いていると、中学で同じ陸上部だった先輩に声をかけられた。おう、和也。先輩。聞いたぞ。お前すごいな。森下と付き合い出したんだって？うわ、もう2年生にまで噂が届いてたのか？いえ、違うんです。隠すなよ。俺は知ってたんだ。実は去年の入学式で森下に声をかけられたんだよ。ねえ。うわ、すごい美人。七熊中学の陸上部だったよね。そうだけど、どうしてそれを？私、八熊中学の陸上部だったの。へえ。そういえば、八熊の陸上部にすごい可愛い子がいるって聞いたことあったな。ちょっと教えてほしいことがあって。教えてほしいこと？木村和也くんって知ってるわよね。彼のことを何でもいいから教えてほしいの。家はどの辺？好きな食べ物は？
気に入ってるシューズメーカーは？家族構成は？なんなんだこの子。美人だから余計に迫力がある。え？いや、あの時は本当驚いたよ。きっと和也と何かあったんだって思ったから、木村のこと知らないふりをしたんだ。それがまさか付き合い始めるとはな。森下先輩が俺のことを知っていた？和也くん、やっぱ森下が来た。じゃあな、頑張れよ。え、先輩。陸上部の先輩は俺に疑問を残して去っていってしまった。和也くん、帰ろ。はい。その日の帰り道、俺は思い切って森下先輩に聞いてみることにした。先輩。何？先輩はどうして俺のことを好きになってくれたんですか？もし本当に催眠術が効いているんだとしたら、この質問には答えられないはずだ。覚えてない？え？そっか、覚えてないか。あのね、私たち中学の陸上大会で会ってるんだよ。どうしよう。大丈夫ですか？これ飲んでください。ありがとう。大会の後、私が熱中症になっていたところを和也くんが助けてくれたの。え、あの時の人が先輩？うん、そうだったんだ。すみません、あの時俺必死で顔を覚えてなくて。いいの、助けてくれて本当にありがとう。その時はお礼ができなかったから、いつか再会できるといいなと思ってたんだ。だから今年の入学式で和也くんを見た時に、運命だって思ったの。そうだったんですか。和也くん、保健室で私に催眠術をかけようとしてたでしょ。え？私もあの動画見たことがあったの。面白いよね、あの YouTuber。 え、あ、すみません。俺先輩にとんでもないことを。ううん、すごく嬉しかったよ。助けてくれたあの時からずっと好きだったから。あの日も仮病使って和也くんに看病してもらうつもりだったんだ。え？告白は和也くんに先を越されちゃったから、これからは全部私に任せてね。え？まずはキスしようか。こんなところで？ダメ？かわいい。ダメです。恥ずかしがり屋さんなのね、かわいい。じゃあ二人きりになったらね。え？先輩が俺を好きになったのが催眠術のせいではなかったとわかりほっとしたけれど、なんだかとんでもない先輩の恋人になってしまったと俺は気がついたのだった。でもそういう先輩の意外な一面も可愛いなと思ってしまうから、俺も相当先輩のことが好きなんだろう。まずは手をつなぐっていうのはどうでしょうか？はい。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七クマでは、思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。